はい、今回のテーマはオーディオ学ぶ第2回ということで、前回の続きをお送りいたします。まずサマリーです。1、前回の振り返り。 R さんのケース、右下にありますマイオーディオルームという、ムック本があるんですが、この動画のテーマとして、このムック本が非常にオーディオを学ぶというのに役に立つと。で、これを中心になってまとめられておりますオーディオ評論家の山本浩二さん、この方はですね、非常にバランスの取れた現代的なオーディオ論を展開しておりまして、非常に好感が持てるということでシリーズでお送りしているんですけれども、第1回目はJBL の大型スピーカーがなかなか鳴らせないということで悩んでいた R さんのケースを取り上げました。 2、 音圧派から音場派に変身した K さん。今回取り上げます K さんっていうのは、実は R さんのですねオーディオ仲間なんですが、似たような悩みを抱えておりまして、やはり JBL の大型スピーカーが鳴らせないと。ただしこの山本さんとのですね取材の前に、別の機会にオーディオ仲間から聞かせてもらった、大型スピーカーじゃないスピーカーで、ちょっとこれ今までの音圧派っていうオーディオよりも、今風の音場派っていうのがいいなというふうに、自分自身で思って、今回の取材前にすでにですね JBL のスピーカーを手放してトールボーイ型のスピーカーを導入していたというケースになるんですけれども、その K さんについての話になります。3、まずは山本メソッドの真髄、スピーカーセッティング。ということで今回もですねスピーカーセッティングを修正するっていうのが非常に大きな要素になってくるんですけれども、さてどのように変更したのかという話をさせていただきます。4、プリアンプの選定、スランプへ。今回ですねスピーカーはもともとすでに最近変更してあったので、システムを検討し直す中でプリアンプを何とかしたいという話が、山本さんからもありまして、ご本人もプリアンプをグレードアップしたいねという話になったんですが、それを選定した結果スランプに陥ってしまったというようなことになったそうです。5、意外な解決策とアナログ版再生の調整。結局ですねスランプは解決したんですが、最終的に決定打になったというのがちょっと意外な解決策でした。それとですねスランプの中で山本さんからのアドバイスとして、気分転換にちょっと違う方向をいじってみようよということで、アナログ版再生の、ターンテーブルとかカートリッジですね、その辺の調整を行ったというような流れの話になっておりまして、その辺についてご紹介させていただきたいというふうに思っております。次のページ、1、前回の振り返り。 R さんのケース、簡単にですね前回までの話をまとめていきたいんですけれども、右下にありますマイオーディオルームというムック本なんですが、これは音楽出版社から出ておりまして、山本浩二さんというもともとカメラマンだった方がオーディオ評論家に転身された方なんですけれども、この方の本がですね繰り返し読めて非常に学べる本だというものでありまして、当チャンネルでも推薦したいということで、今回シリーズでその内容のエッセンスをご紹介したいということにしております。続いて前回の R さんはJBL の大型スピーカーを諦めて成功。先ほども申し上げたんですが、下の方に前回の第1回の動画の サムネイルが出ておりますが、JBL の4350っていうですね、この38センチウーハーっていうんですか、これが2つドカーンとあってですね、とにかくバカでかいと。部屋に対して相対的に大きいという課題もあるんですけれども、いわゆるエアボリュームというものでしょうか。そういう課題もあるんですけれども、性能自体も優れていてですね、山本さん曰くこれはもうスーパーカーの世界で、なかなか使いこなせないというような要素がありまして、これを使いこなせるのは、相当長い道のりになるというようなことで、結局は諦めてトールボーイ型のスピーカーに変えたと。これが結果的に大成功につながったというような話でした。続いて今回は R さんのオーディオ仲間で職場の同僚である K さんの会に学ぶ、なんですが、K さんももともと下にあります、先ほどの4350ほどではないんですけれども、やはり38センチウーハーがついております。これ写真で見るとわからないんですが、結構やっぱこれ大きいんですね。JBL4343 という
まあ、これも性能自体はとても良いスピーカーなんですけれども、まあ、こちらを今回の取材の前にすでに諦めてトールボーイ型のモニターオーディオのスピーカーをもうすでに導入していたということなんですけれども、まあ、ちょっと余談なんですが、まあ、R さんの仲間なんですが、まあ、職場の同僚っていうことなんですけども、これなんか福島県の某村のですね、村役場の職員さんらしいんですけれども、まあ、地方公務員さんなわけですよね。まあ、地方公務員さんが前回の R さんも、まあ、100万円のスピーカーポンと買ったりとかですね、まあ、今回も、まあ、数十万円の機材を買ったりとかですね、まあ、結構これ裕福なのかなっていうような気もしてしまいますが、その辺は詳しいことはよくわかりませんが、まあ、今回は K さんの回ということで学びたいと思います。次のページ、2. 音圧派から音場派に変身した K さん。取材が始まる以前に音場型スピーカーに買い替え、まあ、先ほど申し上げましたように仲間が持ってきたスピーカーを試しに聞いてみたら、まあ、こっちの方がいいかなということでですね、まあ、ガラッといわゆる JBL のですね、音圧で聞いていくというオーディオからトールボーイ型で音場型というふうに、まあ、かなり方向性の違うオーディオに思考を変えたという話で、続いてまとまりもなく大掛かりなラジカセ、まあ、これ本人表現なんですが、まあ、実はその新しいスピーカーを買ってまだ日も浅くですね、うまく調整できていなかったという状態で、まあ、山本さんたちが来てこの取材が始まったということなので、まあ、その段階ではもう大掛かりなラジカセというぐらいに、まあ、普通の音って言いますか、まあ、オーディオ機器を、まあ、持ち込んでパッと鳴らしたらこんな感じだよねというような、まああんまり味もそっけもない音だったそうです。続いて10ヶ月の調整がスタート、まあ、今回、まあ、後ほど出てきますけれども、まあ、早めにいい結果が出て繰り上げたらしいんですけれども、それでもこの K さんのケースだけでも10ヶ月を要していると、まあ、何ヶ月かに1回訪問してですね、アドバイスして調整すると、3回から4回繰り返したという話なんですが、まあ、今回は10ヶ月の調整ということになったそうです。この段階で JBL から買い替えていたのが、こちらにありますモニターオーディオのゴールドリファレンス20というスピーカーなんですが、これあのサイズからいきまして16センチのウーハーですかね。まあ、これが上下に2発あってですね、それで、まあ、2way 3ユニットとありますので、上の方がおそらくツイーター、下がバスレフポートということではないかと思うんですが、かなり再生周波数帯域が広くて、下が 30Hz から、まあ、上は配列にある程度対応する 30kHz というようなスピーカーになっているようです。果たしてどのように変身していくのでしょうか。次のページ、3、まずは山本メソッドの真髄、スピーカーセッティング。スピーカーの間にあったソファーをどかす、これはですね、もう山本さんのチューニングで毎回のように出てくる話なんですけれども、まあ、今回の K さんも典型的なスピーカーの間にですね、まあ、応接セットのソファーが、まあ、そのままスポット入ってたと、まあ、ちょうどリスニングポジションからいきますと、まあ、リスニングポジションとスピーカーの間に、まあ、ソファーがあったと、まあ、これまずどかしてみようよという話になってどかしたそうです。続いてさらにスピーカーの下に大理石ボードっていうのが、まあ、スピーカーのあのボードですね、敷いてあったそうなんですが、まあ、これを外してですね、木片を間に入れてスパイクを使って設置したということなんですが、まあ、この大理石ボードなんですが、まあ、ダックの下にも敷いてあったので、まあ、ついでにこの両方大理石ボードっていうのを外してもらったと。まあ、大理石ボードってありますけども、あの山本さんは御影石だと思っていたそうなのですが、まあ、ご本人の文章の中に大理石ボードってありますので、まあ、正確には大理石ではないかというふうに思います。続いてスピーカーを20センチ前に出す、これももう山本メソッドの真髄ですね。とにかくスピーカーを壁から離すというのが第1回目にもご紹介した山本メソッドなんですが、これがですね、もういつも効果てきめんと、私自身も、まあ、20センチまではいかないんですが前に出して、まあ、素晴らしい結果を得たという経験を持っているんですが、まあ、このですねスピーカーを前に出すとか位置を変えるっていうのが、まあ、山本さん曰くどういうことなのかと言いますと、もともと山本さんはカメラマンですので、
まあ、割と絵面といいますか構図にこだわる方で、カメラで撮影する時の構図的に見た目的にいいポジションっていうのを、まあ、まずはですね見つけてそこに置いてみようよというふうにアドバイスするそうなんですが、だいたい見た目の美しさと結局の音の良さが一致するということらしくて、まあ、今回の場合は20センチ前に出して、まあ、大変良い結果を得たと。まあ、本当これもかなり良かったらしくて、次にこれでほぼ解決、ソファーを戻しても OK。 あのソファーをですねどかそうよから始まったにもかかわらず、まあ、スピーカーをずらしたりなんか、まあ、いろいろ調整をした結果もうソファーを戻しても大丈夫な音になったと。まあ、ちなみにあとあのスピーカーの後ろに障子があったらしいんですが、まあ、最初は開けた方がいい閉めた方がいいみたいなことがあったんですが、スピーカーの位置が決まりますと、まあ、その辺の開け閉めにもかかわらず、まあ、良い音になったというような報告がされております。続いて広大な音場が現れ雄大な低音が叫びを上げる本人表現とありますが、まあ、どのような結果だったかっていうのがご本人が表現しておられまして、まあ、広大な音場それから雄大な低音、まあ、本当あのオーディオをやっておりますと、まあ、これが欲しいんだよねという部分が見事に達成されたと。ちなみにあの私先ほどから音場というふうに申し上げておりますが、まあ、オーディオ用語でですね音に場って書いて、まあ、私は音場って読むんですが、まあ、中には音場と読む方がいらっしゃって、これまあ少し前にマニア同士の会話でどっちが正しいんだという議論があったんですが、まあ、結局これはですねなんか、どちらが正しいっていうふうに、まあ、決まってないどちらを使う方もいらっしゃるというような結論で終わったので、まあ、本当にもし正解があるんなら、コメント欄などで教えていただきたいんですが、まあ、私は音場と呼んでおります、まあ、なぜかと言いますと、まあ、音読みなんで音読みがいいんじゃないかという形で、バっていうふうに読んじゃいますと、まあ、洗い場とかですねなんか、村の洗濯場みたいななんか村をイメージしてしまうので、まあ、なんとなくイメージ的にも音場という方がいいんではないかと、当チャンネルでは音場というふうに読ませていただいております。で一番下に赤字で書いてありますが、まあ、この、 あの1回目のですね山本さんのチューニングっていうのは、まあ、特に機材は入れ替えなくて、まあ、配置ですとかボードを外すと、まあ、いうようなことで、ほぼほぼ終わったんですが、もうそこでもう先ほどの本人表現にありますようにとても良い結果になったという状況になったようです。次のページ4、プリアンプの選定スランプへ。さらにレベルを上げるためにプリアンプをグレードアップする方向に、まあ、山本さんとその後話し合ってですね、まあ、あのかなり満足できる音にはなってきたんですけれども、じゃあレベル全体を上げていくというためにはどこがボトルネックなんだということで、まあ、考えていきますと、まあ、プリアンプじゃないかと、まあ、それまで使っていたプリアンプは、まあ、グレードそんなに高いものではなかったようなので、まあ、これをグレードアップする方向にしようということで一致したそうです。続いて何種類も皆で比較視聴して63カスピアン M1 プリを選定。仲間からですねいろんなプリアンプを貸してもらって聞いたりですね、山本さんの手持ちのマランツ7っていう非常に真空管の名機ですね、そのプリアンプを借りたりですね、まあ、いろいろやっていく中で、まあ、最終的にみんなで集まる場で比較視聴して最終的に何を選定するか決めようということで、まあ、最後3つぐらいの候補の中から選んだのがこの63のプリアンプだったそうです。続いて新品を設置するも全くダメに。比較視聴した段階では視聴用の機材だったそうなんですが、まあ、これやっぱり買いたいということで新品をその時買ったそうなんで、まあ、新しい機材が送られてきたと。ワクワクしながら設置したんですけれども、まあ、なんか比較視聴した時の機材と全然違って、まあ、ちゃんとした納得いくような音が出てこないと、まあ、システム全体のバランスといいますか、まあ、全体が全くダメになってしまったと、かなり大きなスランプになってしまったということになったそうです。続いてシステムを再設置してケーブルの組み合わせ変更でようやく、まあ、とりあえず
まあ、山本さんともですね、これは電話で相談したりとかいろいろしてたそうなんですけれども、まあ、仲間からですねケーブルとかをいろいろ借りてきまして、一回システムを全部ばらして、機材それからケーブルっていうのも全部ばらしてラックから取り出してですね、もう一回一からセッティングをし直したと。でケーブルも仲間から借りたものも含めて、まあ、どれがどれに合うのかというのを一つ一つやっていったと。まあ、当然その間にですね、新品のアンプですから、まあ、今回の63のプリアンプもエイジングが進んできたと思うんですけれども、まあ、それでいろいろやっていくうちに、まあ、ようやく、まあ、まともな音になってきたという話らしいです。右下にその新規投入した63のアンプ、まあ、これ今となってはもう中古でしか手に入らないんですけれども、もうすでにこのオーディオユニオンさんの公式サイトでやっと見つけたんですが、まあ、最初の当時の価格で38万5千円だったものが12万8千円でもうすでにこれは販売済みということで、今まあなかなか手に入らないらしいんですけれども、こちらが63のプリアンプです。次のページ丸5、意外な解決策とアナログ版再生の調整。まず気分転換にアナログ版プレイヤーの調整ということで、まあ、山本さんがですね提案して、まあ、こういうスランプの時はちょっと別のことをした方がいいよということで、今までいじってこなかったターンテーブルのですね調整を山本さんと一緒にしたそうです。まあ、そうしたところ、カートリッジのですね高さですとか、振圧ですね、まあ、それを調整し直したり、まあ、あまりこの辺のことに K さんは詳しくなかったそうなので、まあ、山本さんの方の正しい知識をもとに調整したら、もうこれも全くアナログ版がですね、それまで65点ぐらいの音だったそうなんですが、もう全然生き返ってしまって、これデジタルよりアナログの方が音がいいよねというようなくらい良くなったそうです。まあ、そうこうしているうちに全体のバランスもいい感じになったところで、最後ですねフォックのボード、オーディオボードですね、これをですね先ほどのプリアンプの下に試しに敷いてみたんですね。これは編集部が、まあ、最近の製品で評判がいいので使ってみたらっていう提案がありまして持ち込んだそうなんですが、まあ、これがですね非常にいい結果を生んだようで、まあ、なんか振動を熱に変えるボードらしいんですけれども、まあ、これによって全体のバランスその他もろもろ不満点が全て解決したということになったそうです。そのどういうふうに解決したかっていうのがまた本人表現が、まあ、本に書いてありまして、中低域のボリューム感改善に貢献、全体的なまとまりが出たと、まあ、いうことで、まあ、不満点が全て一旦ここで解決したと。そのボードなんですが、まあ、右下に上信ウェブの楽天市場店さんから、まあ、引用させていただいたんですけれども、まあ、現在でも販売されているようで、まあ、価格が税込みで3万100円と。ボードとすると、まあ、そんなにめちゃめちゃ高いものではないとは思うんですが、まあ、これは概要欄にリンクを貼っておきます。ということで非常に満足のいく結果になったので、取材はですね、全部で4回やる予定だったんですが、この3回目でもうみんなこれでいいよねと、早期終了と言いますか、まあ、3回目で終了という結果になったそうです。ということで今回は K さんの事例についてご紹介いたしました。まあ、今回については以上です。今後もまたシリーズということで、まだまだこのムックの本からですね学べる部分は多々ありますので、また第3回目以降もご紹介していきたいと思います。今回の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは。